とは明記してないから、次はこうしてみるか、はい、なっていう話を失敗をして、はい、頑張ってください。緊張しました。はい、全然慣れないです。もう始まってからもうずっと緊張してるのは、始まる前から自分で何喋ってるかどうかも分かんなくなりました。あー、そういうと、はい、はい。だけど俺まず知らんかったからさ、なんで教えてくれる口固い人間やな。頑張ってこい。ありがとうございます。よし、お母ちゃん、お母ちゃん、お父ちゃん見に来るよ。あ、いいよ。今日ですか？うん、さすがに間に合わないな。はい、めっちゃ応援してて。ありがとうございます。ご一緒に。かまわないか。あの、かまわさん、いいバンド。お、夏子、番号いいね。うお、おめでとう。ありがとう。頑張って。いやー、62か、いいな。よかった。ありがとうございます。びっくりして、もう本当に信じられない方です。はい、まあ、電話してる時本当になんか安心した気持ちになりました。背番号126番、ザワトです。懐かしい。泥臭くプレーして、とにかく一日でも早く試合で選手になれるように頑張りたいと思います。ファイターズの長身長の立選手です。身長が低くても勝てるんだというところを見せたいと思います。自分はラーメンが好きなので、ラーメンを食べると元気が出ると思います。自分は見ての通り体は小さいですし、そういった面では目立つと思うので、しっかり覚えてもらって、自分が一軍で活躍している姿を見せられるように、 1年目から高卒らしく泥臭くはつらつと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。自分が頑張ってきたことがまず一つ実ったっていうことを言いたいです。本日、試合化契約、していただきました。まずは通過点というかところに来たので、ここからがスタートになるので、本当にチームの戦力として戦えるように努力策、必死に頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。どこ空いてる？あ、来たな。おめでとう。大地やさっきバンバンまで。はい、まだ126でプレーするの？いや、前だった。あ、俺だった。日本語が来てんの？はい、ユニフォームだ。ユニフォームだけ。お、こういうことだ。いいじゃん。うわー、コマさん。うわー、あ、コマさん。ホットに。なんかあるよね。あるよね。これから、コーチの話で。夏を外に。とりあえず、みんな挨拶。よろしくお願いします。すごい、夏を。お願いします。お願いします。あー、見せる。あー、見せる。あー、見せる。おい、見せる。あー、見せる。見せる。見せる。はははは。緊張してる。おー、おー、おー、おい。おっとっと。間違えました。こっち。はははは。一応間違えちゃった。こっちから。連絡先チームちゃん。さっきなんで俺に連絡くれなかった？え？昨日当たり前だった。
あ、そっか、なるほど。ありがとうございます。さっき阿部コーチ喜んでた。怖いな。すごいですね、タッキついたからな。でもいいじゃね。そういうにはね、入団した時もいろいろ話したけど、やっぱりそのプロ野球になりたいっていうね、子供たちもいっぱいの中で、やっぱこれだけのちっちゃい体でさ、どうでできるんだっていう、先駆者になれ、子供たちに勇気与えるお前ら力を、チャンスがあるんでね、そういう選手になってもらいたいから、とりあえず守りと、知ることがしっかりできるんだれば一日使うんですよ。今日はね、だんだん良くなっていくんで、まあ今日は緊張するだろうけど、あれ君だよ、高卒で育成からいきなり試合が登録されたその日にまた先発だっていうのはもう二度とないかもしれない。今までの登場ないし、いいね、マジでめっちゃ増えるかな。Thank you.
そうですね、バッティングはどちらかというとなんだバットコントロールもいいですし、一番いいのはタイミングプレーです、本当タイミングの取り方が上手で、まあ、確かにまだね、その1年目でスイングスピードという点ではもしかしたらもう来たかもしれないですけど、タイミングを取るのがすごい非常に上手なんで、その相手の球に対してアジャストできるという点では、まあ、彼はすごい長けてるのかなと思います、はい、そういった意味では本当に、まあ、どういう結果なのかね、重くて彼らしいプレーをねしてくれればなと思います。浅井くらいはショートが下がっています。さあ滝沢の初めての守備機会使いました。アウト、スリーアウトになりました。詰まったあたりのセカンドの、さあ浅村がこのプレーから、これがゴールした。もう滝沢は一気に二塁まで、記録はどっちかな、セカンドまだ出ない、内野安打であってほしいですね。あ、内野安打、プロ初安打セカンド内野安打がプロ初ヒットになりました。滝沢夏生、お疲れ様でした。ありがとうございます。レオが